こんにちは。今日は2021年の3月17日です。本日はですね、一体どういう日なのかと言いますと、この3人、NAB48 のユニットラピスアーチのラストライブ感謝祭が開かれる日なんですけれども、私実を言いますとですね、キャンセル待ちでの当選が決定いたしました。いやー、まあおめでとうございますなのか、ちゃんと当たればよかったのになのかちょっとわからないですけれども、今回の動画はですね、キャンセル待ちでも、今回のラピスアーチダストライブ入場できるのか参戦できるのかという内容でございます。いや、ちょっとね、微妙な数字なんですけれども、まあ、とりあえず会場の方を向かっていこうかと思っておりますということで、この後会場へと向かっていきたいと思います。はい、NAB48 劇場シアターなんですけれども、現在17時、まあ、15分、6分とかそんなぐらいなんですが、1名って書いてるな、キャンセル待ち。こら狭きもんですね。まあ、とりあえずキャンセル待ちの待機列っていうのがあると思うんで、会場入れるかな、今日わかんないですけども、早速向かっていきたいと思います。正直1名って厳しいですよね。ちなみに私の番号20何番だったっけ、20何番かなだったんですが、正直入れないでしょうね。まあ、でも分かんないのでね、チャレンジはしてみようということでございます。で、ちなみに今どこ歩いてるのかって話なんですけれども、ここですね、ナンバーグランド花月の裏側なんですけれども、もうちょっとこっちの方行ったらね、NAB48 のショップがあるんですよ。そうそう、こんな感じでね、 NAB48 の、オフィシャルショップが、まあ、結構ね、ナンバーグランド花月の近くにあるんですね。そう、結構ね、通りかかる人もこれが NAB かって感じでおっしゃる方も多いんですけれども、そうなんです、ここにあるんですね。まあ、正直厳しいでしょうね。多分今回の動画入れてないと思います。まあ、それ覚悟でこっちも来たので、まあそういう感じで行きます。じゃあちょっと時間潰ししていきたいと思います。あのね、今車内に戻ってきたんですけど、結局入れませんでした。まあそれはそうですよね、20番台でラピスアーチのラストライブ入れるわけないやんという話なんですが、まあまあ仕方がございません。DMM で見守りたいと思います。ということで今回の動画はこういう感じになるのかな、まあということでございます。まあちょっと正直ね、来た意味なんやねんっていうところも感じてる部分はあるんですけれども、まあまあ挑戦してみたこと、それに対してはね、すごく意味があるんじゃないかと、そういうふうに思います。ということでですね、帰路につきまして、っていうか、まあ車内なんでね、ラピスのラストライブ、DMM の方で見させていただいてもいいかなと思いますんで、それを見ながら帰りたいと思います。はい、つうわけで、帰ります。はい、ということで帰ってきてまいりました。結果としてはね、入ることができませんでしたというちょっと残念な結果なんですが、まあ、せめてもの報いということでね、写真を買わせていただきました。こんな感じです。この今日しか買えなかったようで、この A4 のやつですね。いや、これいいですね、素晴らしいです。ということでね、まあ、入れはできませんでしたが、 DMM でね、その様子を見守ることができました。まあ、その感想といたしましては、本当にまあ、ラピスアーチの、まあ、感謝、ファンの皆様への感謝の気持ちというのを伝えるような、そんな内容になっていました。いやー、これは入りたかったですね。残念ですけれども。まあでもね、入れた皆さんは本当におめでとうございました。はい、ということで今回の動画は、ラピスアーチラストライブ感謝祭、こちらの方に、キャンセル待ちでも入場できるか、それともできないかという内容のご動画でございました。こういうのとこういうのがあったらちゃんと入りたいですね。結構キャンセル待ちでの入場っていうのが多いのでね、まあ、そろそろ正規でちゃんと入りたいと思います。ということでね、今回の動画は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。次回も楽しんでいきましょう。ありがとうございました。